はい、なんと下ることにしましたよ。で、行きはスマホで撮ったんですけど、行きはちょっと360度で途中で景色を撮っちゃったりして一時停止をしたら、なんか途中の何百段かを録画してなかったので、帰りは一気に降りようと思ってるんですけど、またスマホで撮ると面白くないので、帰りはこの360度カメラの360度で撮ると大変なので、リアカメラ、一つのレンズだけを使って、片側のレンズだけを使って撮ることにしました。そうすると編集も楽だと思いますので、はい、あんまり寄り道しないで普通にちょっと記録を。あ、下りは楽ですね。相変わらず涼しいです。結構お昼になって東京タワーの今メインゲートの1階と2階がある、1階しか入れないようになってるんですけど、なんか結構お昼になって人が来たけど、みんな階段を登ってきたのか、普通にエレベーターで上がってきたのかわかんないんですけど、絶対この階段はおすすめ。あっという間。あっという間だよ、うん、やっぱりなんか毎日歩いてるから、なんかそれなりに足もしょ。これはね、難波で買ったんです。大阪の難波で買ったスニーカーです。スニーカーです、余談ですけど。なんかなかなか履く機会がなくて、今日のウォーキングにはぴったりでした。この赤い階段に耐えます。いや、これ降りるまでに誰一人とも会わなければ最高なんだけど、独り占めじゃないですか。ほら、もう半分来たから。あれ、上りは誰かと会ったかな。上ってる時に下ってる人が一回通ったような気がするけど、あと来なかったかもしれない。いや、今度ね、夜景も見に行きたいですね。いや、今日はでも本当に外階段ウォーキング日和で良かったです。私一応は結構段差ここはスーパー晴れ女と言われているので、まあスーパーな晴れじゃなかったんですけど、でも
分昨日のあの悪天候から比べればね、で歩くにはこれぐらいの方がいいんで、誰もいないからだんだん声がでかくなってます。いや最高、また登りたいぐらい。でさっきラッキーなことに結構あの Wi-Fi があるので、東京タワーそこ上にいるときにスマホで撮ったやつをあの動画 YouTube にアップしてたんですけど、もうすごいラッキーなことに窓拭きのお兄さんが、来てくれてて、窓拭きのお兄さんの窓拭きタイムに遭遇できて、いい絵が撮れました。これ下りも降りると、下り降りた認定証とかがもらえるんです。うちの会社のビルの最上階ぐらいを拭いていたってことか、うん、すごい。これ多分スマホで撮ってるより画角が広いから映るんじゃないかな。360度単純にあれすると180度だから、スマホのようにズームはできないんですけど、なんかね、1階は台湾部屋みたいな、